俳優の孝一さんって見えてますので、で特にYouTube の会議の全国的に展開してあって、かなり発信をねされてますので、その辺を含めてちょっと孝一さんの会社と考えたいです。はじめまして、孝一と言います。僕は脳梗塞で、左半身麻痺と高次脳があります。で全国に同じような、僕みたいな肩麻痺で高次脳があるYouTuber が全国に、北海道から沖縄まで23名、それは LINE でグループを組んで、でまあいろんな、イベントとかそういうなんかねこうやってるんですけども、で今回この映画、命見つめて、これと出会うことによって同じ小島ということで、まあ一緒にね力を合わせるところを合わせて、全国展開ねしていくいろん なんか活動になりました、まあ、そういうことでよろしくお願いします。片岡さんがですね、2月4日に都会の方に来られまして、その時の報告兼ねて、会議の方からお願いしたいと思います。追加のところで一番資料を持って、で、現在の上映の状況だけ報告しております。滋賀県はですね、お書いてないんですけど、12月27日に、常石さん、競馬の常石さんですね、家族と会われて、滋賀県で上位株を進めるかということを、話しているそうです。で2月17日に、滋賀のですね、患者会の、岡本理事長という方に3時間ぐらい、会って話をして、滋賀県では長浜、大津、近江八幡、草津、高島ぐらいでやっていただくかという話で、進めているそうです。で具体的にはまだ日程とかは出てきていませんが、そういう形で滋賀の志郎さんを中心に進めているそうです。奈良ですね、4月に、稲葉さん、西辻さんを中心に、行われることで、これはまだ具体的に聞いてません。それから兵庫の関係で、前回提起していました4月のですね、10日の上映会がですね、会場がワクチン会場に接種会場になったということで、ちょっと先延ばしをした方がいいじゃないかということで、大鶴さんの方が言ってます。で、ちょっと時期を考えてね、先延ばしたらどうかということで、大鶴さんの方から提案があってます。それから、八尾ですね、八尾はここに来られてる孝一さんって八尾 の方なんですけど、中心に輝っていうところで午前40名、午後40名で進めています。でここにチラシをですね持ってきてますので、もし八尾周辺の方がおられましたら、ぜひもう日にちがないので参加してもらうように案内をしてもらえないでしょうか。で、八尾については田中元市長ですね、それから大越西川市議に訪問いたしまして、あと高知さんと患者チャレンジャーズのメンバーが3人ぐらいいますので、中心にどうするか今話をしています。だからその他、上映ということで、ツイッターがですね、これはもうこっちは関わらずに、向こうがツイッター検討なんとかというところがやるということで、検討で、あと、それからあと、YouTube の会で福岡でですね、やったらどうかという声が上がってますので、こうしたらちょっと、その八尾のね、はい、取り組み状況をちょっと報告。八尾の方の報告、
応前市長とか八尾市議会の人とかに今チラシを持っていて、まあその人の 発信とあと、その FM チャウト地元の FM 局でもチラシも入ると、宣伝の方で大丈夫。それとあとどこ行ったかちょっと忘れたけどね、まあ、僕地元なんでいろんな採用所とか病院とかにあのチラシ一応持って行って置かせてもらってるんでね、まあ、これからもまだ日にちないけどまだあの配っていきますんでね、多分たくさん集まってくると思うんですけども、ね、そんな状況です。ちょっと福岡でなんか言うと、福岡あの同じ方が YouTuber が福岡に2名いて、その1人があの ももちゃんって言って17歳の時にあの脳出血して、まあ、それから6年経ってるんですけどね、まあ、この人も地元ですごく頑張ってて、で今回あの命につけてこれをあのみんなにあの知らせたらね、まあ、ぜひとも福岡で上映したいという声をいただいたんで、まあ、それね、まだ野口さんと相談して向こうでも上映できたらいいかなと思って。福岡のどの辺ですか？福岡のね、天神とか言う。天神は中心じゃないか、しないか、中心だから、そう中心は天神です。そこに大東でゴズチャンネルという YouTuber がいて、まあ、その人がメインで多分動いてくれると思うんですけど、あとは北海道は片間ひゆいチャンネルで、あ、今35歳かな、11年ぐらいから25歳の時にあの出産時にあの血管が切れて、その人も北海道で一応この命に全てを上映するように動いてもらってるんでね、一応全国展開に僕ら片間ひ YouTuber の会もねやろうと。まあ、光ってます、うん、そんな感じです、うん、あと名古屋の方は、名古屋についてはですね、たまたまあの元の名古屋大学の教授の女性なんですけど、ハッピーネットっていうね、あの介護医療関係のなんか、まあ、これ全国規模でやってるようなんですけど、名古屋が拠点で、そうですね、まあ、あの介護一一般っていうことではあるんだけど、あの新しの形をしたパオっていうロボットを中心にね、普及することも含めていろいろ活動されている方がいましてね、まあ、それで、まあ、個人のとは直接ではないんだけど、まあ、そういった介護ケアっていうところではね、共通するところもあるし、映画一応興味を持ってもらって。一応もう年度が3月で終わりなんで、来年度にあの実施したいということで、また計画を立てたいという話です。ですから、大きな規模ではちょっと難しいかもしれないんですけどね。で、まあ、そういうことが翌日になって、名古屋にもあの、ここでいうあのシアターセブンのようなね、ミニシアター劇場もありますから、ちょっとまあそういうところから広げていければいいのかなと。いうふうには考えています。で、福岡でいうとあのこの前の11月9日で上映をお願いしたね、シネマルチっていうあの地方の配給者もあの取り組むようなことは約束してもらってますんで、福岡のさっきおっしゃったようなね、連絡先とか分かるんであれば、いつでもあの交流っていうかな、つながってもらって、仕掛けは作っていけるんじゃないかと、まあ、それとあの山口先生のね、患者さんだったの女性、なんでしたかね、ちょっとすいません、ど忘れしましたけど、11月9日も見に来ていただいてて、彼女なんかもね、やりたいっていうふうなものを書いてたんで、あのまとまりがね、作れるんじゃないかというふうに思います。以上です。あの映画館ミニシアター関係ということで、ちょっとその前にね、はい、上映会に関してちょっとごめんなさい、追加があるんですけど、もうだいぶ先の話なんだけど、
前から言ってるあの札幌のコルク分会が8月13日の土曜日にここからあの札幌市内の会場を割と大きな会場みたいなんですけど取ってあの大々的にやりますということ でちょっと僕がその2日ぐらい前から札幌にちょっと行くようにしてますので一応僕もその会議に参加しようかなと思ってます。はい、8月13日、ちょうどあのお盆の日なので8月13日、うん、いや、ちょうどお盆の日なので、皆さんどうなんでしょうかねって言ったらあのこの日がね、もう全然空いてないらしいんですよ。で、この日だけが土曜日空いてて、やっと取れて、あの一応ここにやりますので。それから、あと僕の方から何か所か、いろんな会員にもちょっとこのパンフレットとかお送りしてるんですけどそうですね、あれが、サポートネット広島っていうですね、浜田さんという方がやってる会があるんです。で、そこにも、お送りして、広島でなんとかできないかっていうことでお願いしたんだけど、ちょっと今のところ広島がね、北の方の方から天然物の出来具合とか、全部予定とか、今週に入ってから日程は正式に確定したんですがというのが以前は4月15日から1週間午前中ということでしたが、2週間やっていただけるということで急遽ですね、バックリンク吉祥寺用の B5 の公式チラシとそれから B2 のポスターについて、手配をいたしまして、多分24日にはですね、アップリンク吉祥寺と、配給会社のパンドラそして野口さんのもと3カ所に、チラシが届く予定になっております。あとポスターは一旦野口さんのところで受け取っていただいて、全国必要なところに活用して行っていただくということです。で、パンドラさんは独自には特に宣伝はしないと。だから映画館サイドと私のサイドで、宣伝をしていく必要がございます。その他はおよそ契約的にはそういう内容になっておりまして、そこはお互い合意しているところでございます。あと映画館のホームページに載っける宣伝用の原稿作りが少しまだ残っていると、写真含めてですね、それは間もなく取っかかりたいなと思っておりますが、その仕事が残っております。ゆめさんが工事の映画の PR に来週26日東京に行きますと。お、いらっしゃい、頑張ってきてください。福岡でもなんかできないかなと思ってるんですけど、なかなかね、どうしたらいいのかわからないんですけど、あれはでもあれじゃないです、その要はその会場を借りてそのスクリーンを映し出せれる環境があればできると思うんですよ僕。あー、なるほどですね。ちょっとなんかしたいですね。そしたら夢田さんこっち来るんでしょ。だからね、なんかそれはそれでまた楽しみが増えるかなと思って。試しに福岡でやってみる。やってみたい。そういうことも動いてみたいですね、本当ね。でやりましょう。だそうです。